塩見です。今回は、大阪からですね、とりあえず名古屋に行ってですね、翌日ですね東京の方に移動してみたいと思います。でですね、今回名古屋に行くのに、何が一番安いかなと思っていろいろ考えてみるとですね、高速バスっていうのがあったんで、高速バスでちょっと移動してみたいと思います。大阪から名古屋まで、2400円でした。新幹線で行くと多分6000円ぐらい、近鉄で行っても4000円ぐらいかかると思いますが、今回2400円ということで、移動どんな感じかまた動画で撮っていきたいと思ってます。それでは。それでは今から飲みに行きたいと思います。それでは。